こんにちは、あみです。今日はオーガニックスーパーに行きたいと思います。徒歩30分ぐらいかな。ちょっと散歩しながら行きたいと思います。今日は30分ぐらいかな、歩いて行きます。新築のマンションが建設中って感じで、これは結構開発エリアっていう感じですね。これはレストランですね。ジョージア語がかわいい。あれもアパートかな。すごい変わった形。ミューラルアートがあるんですけど、ちょっとオリンピック？スポーツ系ですね。相撲だ。ちょっと暑い。今日、今は24度ぐらいだそうです。で、最高が26度ぐらいまで上がるみたいです。意外と暑かったすごい街中に来ました。すごい。犬がいます。なんか耳にタグがしてある子は狂犬病の注射を受けているらしいです。あの子してないけど大丈夫か。オーガニックスーパーに来ました。これ24時間なの。すごいすごい。ここかな。どっから行くんだろう。すごい大きい。シャンプーとかはあんまりオランダと変わらないような品揃えですね。プライベートブランドなのかな。ちょっとハーフ一緒か。で買っていきたいと思います。はい、ジョージアワインだ。ジョージアって書いてある。真っ白ですね。蜂蜜も有名って聞いてたんですけど、いろんな種類がある。ナッツが入ってる。パン美味しそう。スーパーの中で焼いてるみたい。寿司は21ラリーってことは5ユーロかなぐらいかな。まあまあ高い魚もある。シャケがすごいいろいろある。サーモン、サーモンは結構高い。これで18ぐらいかってことは 4.5 ぐらいか。なんて言うんだろう、玄米あるかな。ないよね。なんか赤いやつとかあるけど、なんかそば粉がすごいいっぱい売ってるんですけど、どうやって食べたらいいんだろう。惣菜、ソーセージとかも売ってます。美味しそう。輸入品かな。あとお酒、醤油、みりん、酢かな。めっちゃいろいろある。嬉しい。これ何、なんだろう。オイスターかな。違うの。すごい。あ、オイスターもある。オイスターとソイソース。これは12ユーロぐらいだから500円以上するかな。高いけど、もうオランダよりちょっと高いかなっていう感じですかね。寿司キット、天ぷら粉、寿司ライス、あるある。よかった。あ、海苔欲しい。やった、海苔あるじゃん。海苔は結構高くて 19.5 ラリだから6ユーロ、5、6ユーロ、これ5ユーロぐらいか。5ユーロぐらいかな。ちょっと1枚100円ぐらいしちゃうので諦めようかな小豚がいる。すごい。なんか生肉あんまり売ってなくて、買っていきたいと思います。これが売ってる。かわいい。スタージオンっていう魚かな。すごい。こっちにもいる。フェスがかわいいな。
お惣菜を買うことにしました。頼み方がよくわからないというか、なんだかわからない。ちょっと店員さんのおすすめを聞いて買ってみることにしました。奥のやつと手前のサラダみたいなものですね、全部100円ずつ買ってみました。はい、このシステムはオランダと一緒です。今日はお惣菜祭りです。はい、ということでアグロハブで購入してきたお惣菜をいろいろ盛り合わせたランチです。はい、これがジョージア料理かどうかわからないんですけど、ちょっといろいろ買ってきたので食べてみたいと思います。じゃあまずサラダかな、これ一番普通そうだけど食べてみます。ささみとキュウリ。普通に美味しい。なんかスパイスが結構効いてる気がする。何のスパイスだろう。このフェネグリークってやつかな。なんかジョージアでよく使われてるスパイスなのかな。美味しい。次は。ナスみたいで美味しそうだったから買ってみました。マンゴーナスじゃないけど、なんか結構近いというか、ちょっと中華っぽさもあるような。あ、でもパクチー入ってる。美味しい。ご飯、ご飯甘い。なんかレーズンとか入ってるんですけど、結構甘いです。もう白米の部分も甘いです。ちょっと苦手かもしれない、このご飯は。甘いご飯、もう買わないとこ。次は、次これは、これ何かな。ナスだ。これもナスだ。美味しい。そしてこれもパクチー入ってるかな。結構パクチー使うみたいですね、ジョージアの料理は。ご飯がちょっときついな、なんか甘くて。で、これ店員さんのおすすめって。ちょっと酸味があって、なんか色は結構濃いけど、そんなに味も濃くないし辛くもない。これもパクチーが乗ってます。美味しい。ご飯以外は美味しいかなっていう感じがします。はい。